トゥース、バレットのボーカル、そして告白のボーカル、星野颯太でござソーロー。すいませんでした。実は、1週間、いや、2週間前ぐらいに、相談が寄せられたんでございます。はい、それがさ、結構内容がさ、ディープでさ、内容が内容なだけに、まあ俺も軽く答えたくなかったのね。だからちょっと待たせてしまったのは申し訳なかったです。ごめんなさい。でもやっぱりね、軽はずみに何か言いたくなかったし、深く深く考えてから俺も、自分の思いメッセージを届けたかったから、だからご了承いただければ幸いでございます。ご視聴くださいませ。そしてその、相談内容というのはこちらでございます。私は学校で深刻な、ピントが深刻ないじめにあっております。大好きな部活もできない状況です。学校の生徒全員から嫌われてると言っても過言ではありません。そうとか、私はどうしたらいいでしょうか。そんな内容の、相談でございました。まあ内容が内容だからね、俺も真剣にね、話していきたいんだけど、なんか暗くなるのは嫌じゃない。だからバカにしてるわけじゃないよ、バカにしてるわけじゃないけど、あえて明るく話してるからね。バカにしてるわけじゃないからね。あと軽はずみに言ってることでもないから、深く深く考えた、結果の俺の意見と思い話させていただきます。担当職人に言うと、もうね、学校辞めちまえ。学校を、俺は、転入するべきだと思う。他の学校に行くべきだと思う。高校を出とくっていうこと自体は、俺はすごい大事なことだと思うから、やめてプーになるのは、ニートになるのは良くない、けどその学校にいても自分が傷つくだけだし、結局そこまでのね、はぶられてたりとか、もうなんつうの、全員から、仕方されるみたいなのって、もうどうやってもね、改善できないよ、もうそこまで行っちゃったら。で俺は学校で、なんだろう、得るものとか、学校に行く意義みたいのっていうのは、大きくいっぱいいろんなことがあるんだけど、大きく分けると2つだと思うの。まずは協調性を学ぶこと、団体生活をしてみんなで何かを作り上げるとか、団体生活をしていざ自分が社会人になった時、会社に入った時にね、そこで学校生活を経験してると、みんなで責任持った仕事ができるわけじゃん。協力し合って仕事ができるわけじゃん。だから協調性を学ぶってことがまず第一の大きな理由なわけね、学校行くことに大切なことは。でもう一つは自分の好きなことを学ぶ、自分のスキルを上げるため、だから専門学校があったりするわけじゃん。で工業の道に進みたい人は工業科に行くわけだし、商業科に将来行きたい人は商業科に行くわけだし、で普通科っていうのもあって、いろいろ選択肢が高校っていうのはあるわけじゃない。そこで自分のその将来のそのスキル、
やりたいことのために行くわけだけど、その相談者様は、まあ、部活が大好きで、だけど部活活動がさできない状況じゃん、その学校にいてもはぶられてさ、いじめられちゃうわけだし、うん、そうしたら協調性もクソもないよね。それも学べないし、うん、自分のスキルも磨けない、いる意味がないよね。うん、もう本当にね、俺は人間って大きく見ると大嫌いだね。うん、大嫌いだよ本当に。それはね、俺は親友も数少ないけどいるしね、信頼するスタッフとか、うん、協力してくれる音楽仲間とかいて、そいつらはもう大好きだよ、愛してるよ。うん、だから個人個人で見たらいいやつらたくさんいるんだよ、ごくわずかだけどね。うん、だけど人間って大きく見ると、俺の大好きな自然も壊すし汚すし、動物とかをさ虐待したりいじめたりするじゃない、俺の大好きな大好きな、俺動物ラブだからもうそういう、なんでそういうことするかなって思うよね。でさ、いじめもその一つだよ。もうね、よく言うじゃない、いじめられる側にも原因があるって。ねえよって俺は思うね。ねえ、 120% はいじめる側が悪いよ。うん、それはね、いじめられた側が本当にひどいことをね、人道を外れたことをやっただったら、そういうふうにさ、なんか責められるのはわからんでもないけど、でもね、でも違うんだよ、やり方が。いじめるんじゃないんだよそういう時は。これは俺の独断と偏見だよ、俺の独断と偏見だけど、もし俺の友達がね、間違ったことをやった、間違った道に進んだ、人道外れたことをやった、人を傷つけた、それだったら俺はぶつかっていくよ、うん、いじめるんじゃなくて、俺が嫌われ役になってもいいからね、俺が嫌われ役になって勝手でもいいから、そいつの悪い部分直してやるって。で、俺はぶつかっていくよ、気持ちをぶつけていくよ、お前そんなことやっちゃダメだろ、お前そこ直さないとダメだよって。うん、そうでしたらさ、いじめ、それといじめは全然違うでしょ。うん、だからそのね、相談者様が何をきっかけにそこまでのいじめに発展して、そこまでの仕打ちを受けてるかわからないけど、そんなところにさ、まあ俺は友達っていうやつはいないと思うよ。うん、見て見ぬふりやつらするやつらだって同じ同罪だよ、うん、いじめてんのと一緒だよ。だから友達がいないから協調性も学べない、うん、自分の好きな部活ができる状態じゃないからスキルも身につけることができない、そうしたら他の学校に行ってね、転校して、それでいい環境で自分のスキル、自分の好きなことをやって楽しい人生を歩むべきだと思う。だから今の学校なんかやめちまえばいいと思う。それが僕の、今回の相談者様の相談に対する答えでございます。うん、で、まあ本当辛いよね、一人って、孤独って。俺も経験があるからわかる、すごい辛いよ。うん、だから安心して、質問者じゃなくて相談者様、俺がいるから。うん、もうコメント欄だとさ、なんかこう通知が来ない時があるから、返信が遅れちゃうから、俺のツイッターの DM だったりとか、あとアメブロにさ、質問とか相談とかあったらこのメールアドレスにお寄せくださいってメールアドレスいつも貼ってるし、YouTube のアノテーションってさ、
スマホだとさ反映されないから見れないけど、俺いつも貼ってんだよ YouTube のアノテーションで、自分の何かあった時にはここにメールしてねって、ソータのソータに質問とか相談とかあったらリクエストとかあったら寄せてねっていつも載せてて、パソコンの人は多分見えてると思うのね。だからそのアドレス、スマホユーザーの方は、スマホリスナーの方は俺のアメブロを見て、うん、星野ソータで Google でも Yahoo でも検索したら俺のブログ見れるから、うん、でそこにメールくれたら俺いつでもすぐ返信するし、相談にも乗るしね、悩み聞くからさ、俺はもう味方だから、うん、だから絶対これだけは約束して、自虐的なことをしないで、あと引きこもりにはならないで、うん、大丈夫だから。俺だって孤独で、本当に理解者が一人もいなかったところから今こうして親友もいるし、うん、信頼する仲間もいるし、そして夢をこうやってね叶えてるわけだから、大丈夫だから。まだしかも学生でしょ、高校生でしょ、クソ若いじゃん。いくらでもねやり直しなんて聞くよ本当に、うん、これが40歳の人だって全然間に合うんだよ、うん、だから安心してね。じゃあ、うん、なんかあったらまたすぐ俺にぶつけてきて、気持ちをいつでも相談乗るし、すぐ答えるから、DM とかメールだったらすぐ見れるからさ。じゃあ負けないでね、俺がいるから一緒に転がってください。